15秒前。当初、中隊長は敵情を解明するため、偵察兵による航空偵察を実施いたします。会場左手をご覧ください。OH-6 観測ヘリコプターです。OH-6 は上空から敵の配備、地形等の情報を獲得します。Thank you.
ただいま侵入してきましたのが第9偵察隊の偵察警戒車、通称 RTV です。あらゆる地形を走行して FH70 と呼ばれる火砲です。射程は秋田駐屯地から男鹿半島まで届く長射程の火砲です。こちら駐隊長、攻撃準備隊開始を了解、開始です。大きな音がします。ご注意ください。発射5秒前、3、2、1。障害処理のため施設部隊が緊迫中です。大きな音がします。ご注意ください。大きな音がします。ご注意ください。こちら施設、障害処理完了。施設部隊により敵陣地全面の通過口が開設されました。こちら駐隊長、最終落ち北東同一座標10番出発75号、準備できたら速やか行う。大きな音がします。ご注意ください。中隊長は射撃支援官に部隊展開を開始します。左手より戦車が侵入してまいりました。戦車による援護のもと通過部隊が展開を開始します。
車に対し待機光線灯を注意します。じゃあこちら中隊長、東の台前面に敵装甲車発見しない待機中。はい、こちらに待機。大きな音がします、ご注意ください。による射撃支援のもと、砲火やつりにより人前に緊迫します。敵側防確認の報告により、中隊長は戦車に対し敵側防陣中の射撃要請を実施します。じゃあこちら中隊長、場外北側に側防実施、確認の次第射撃を。はい、了解。ご注意ください。ご注意ください。ご注意ください。スタンプ5万円、現在陣内戦により敵を総統中です。